さあ始まりました寿司企画天ぷらです。藤山です。袴田です。かぶたです。しのびです。そしてナカルティンです。中野で中野ねナカルティンがいるってことは中野、ね、そう殻を、我々わざわざ長崎まで来ております。殻を、はい、のために殻をだけのためにいや長崎までやってきましたよ。飛行機代を出して出して殻をのために、カレーの部門でココイチやりました、はい、何からでしたっけ。20からですよ。ここに50からがある、うん、わざわざ来ました無ガルハマルさん。無ガルマル、まあ、無ガルマル、はい、わざわざ来てるのに名前間違えちゃってる。無ガルマル、まあ、じゃあ名前のとこからね、はい、3、はい、使っても面白いのね。無ガルマハルさんです。無ガルマハルさんです。はい、はい、厳しい人なんで、カメラマンさんは面白いよね、なんかきっちりやりたい人なのかなと思う。お笑い畑の人じゃないから。そうなんだ、うん、畑が報道、報道から報道畑の人だから。なるほど、そういうのだから切りたいんだよね。なるほどね、うん、殺されたよね、だから今間違えてて、マハルですって訂正もしてるから面白いよね。そう、ちゃんと失礼がないように持ってくじゃん、結局は、はい、間違いだから誰でもあるから、はい、でも、殺されたよ。まあ、いや、しゃあないよ、報道の人から今、忍びさんを殺してますよ今日もう、我々なんかいつも美味しいもの食べちゃうじゃん、はい、もうそれも割愛しようって、もうそれ、飛行機代に使っちゃったからあ経費を。なるほど、はい、わざわざ長崎来ちゃったから。わざわざじゃないんですか。ようやく言ってくれた俺たちはもう見るだけにします。今日は集中させよう。食べきれなくて時間かかる人もいるので。でしょ。すごく好都合だと思います。だから50辛にするベースのカレーを流る店に中のね、はい、50辛はどこでやるの。すごいですよ。通常のカレーの、あ、これです。ありますか、好きなベジタブルとかチキンバター。普通にチキンでもいいですか。チキンでいきますか、はい、チキンの50辛でいい、はい、我々はテイスティングするためにじゃあ何だけ頼んで、何をちぎってちょっと、ね、ちょっとテイスティングさせてもらおうか、はい、注文よろしいですか。はい、いいです。爽やか。チキンカレーの50辛でお願いします。はい、50倍ですね。やばい。で、チキンナン、あ、チーズナン、チーズナン、はい、全然これだけで大丈夫です。マジで。はい、サフランライスがいらない。じゃあもうこれだけで、ルーだけでいくみたい。ルーだけでいく、つわものです。50辛っていうだけだったらさ、すごそうじゃん、はい、だけどここの20辛がココイチの20辛と同じとは限らないわけでしょ。ああ、ね、そうですね。それが同じだったらエグいもん。いや、エグいことになります。失礼しました。来ました。来ました。うわ、はい、これが50辛ですか。はい、チキンの50倍になります。見た目は全然辛そうじゃん。まあね、ちょっと赤いけどね、はい、いい匂い。まあこれはなんかすっげえいい匂いするな。ちょっとなんか皿を持ってきてもらおうか、はい、皿コナーを。すみません、鶏皿を。おっと、見えた。ありがとうございます。あ、すみません、ありがとうございます。これは安いですね。おい、まあ、前取るなみたいな顔すんな。してないわ。してないんだよ、お前。してない、してない。何もしてないんだよ。ずっと引いて待ってたんだよ。お前は本当に出てる。あと何人他に見えてるのか。いる？あれ？皿の数が、皿の数がいらっしゃるから。ああ、なるほどなるほど。いや、にしてもよ。にしてもよ。これね、大丈夫。大丈夫。もうもう。ああ、なるほど。そんなおしゃれにする。え、そんな、そんなルールなんですね。そうそうそう。あ、ありがとうございます。これのお上カレーです。あのね、5つで大丈夫です。ありがとうございます。いいですね。ありがとうございます。なんかやっぱこっちのが可愛いもん。コーヒーカップみたいな。ありがとうございます。俺のねえや。ない。俺のねえや。一番否定したやつ。え、これがラッシー。これ、フラッシー。俺のがないな。山のがなかったので。はい。必要なんかお前。ありがとうございます。はい。テイスティングしていい？はい。テイスティングしましょう。どんくらいつければいい？まあそんぐらい。これぐらいで十分。ああ、辛そう。大丈夫かな？いや大丈夫かなマジで。え、50倍だよ。ちょっと。すごい。もうみんなで一斉に行く。あ、もうちょっとね。うん。すいません、いただきます。いただきます。じゃあ行きます。せーの。
まうまえこれはうまい、はい、50倍はあれうまい50倍入ってるどういやいやあの2倍辛い、うん、ココイチの、うん、2倍1辛あこれもしなんかこうコミュニケーションミス、ね、コミュニケーションミスかなわざわざさっきあの途中でカメラ回ってないところでなんかこうチキンカレーかなんかっていう話だったけどみたいな話もしかしてでも言ってましたよ持ってきた時に50倍って言ってましたピリ辛ぐらい俺ピリピリでもいけるピリピリするけど藤山さんでもいけるっていうあの辛苦手の藤山が、はい、えおかわりいきますやんめちゃめちゃうまいもう食べれないよこれはもう食えないなんだけど、はい、なんだけいくけど何もうまい何かめちゃくちゃめっちゃうまいっすちょっと多めにつけますねいいよ多めにつけて多めにいただきますくさそううまそうだなあ、うん、辛いけど、うん、ああ、これはバーモントカレーの辛口と同等ぐらい、うん、あれとか来るんだけどいや、来てるけど全然苦痛じゃないよあれこのバター、あ、チーズナンのチーズが抑え込んでねおいしいこれ本当に50倍か効くのは失礼かなんか、行ってみはい、50倍50はい、辛くないあ、でも結構食べられた5辛ぐらいまでが日本のそんなココイチの2辛ぐらいの、そのちょっと思ってる50倍じゃない10倍から先が日本の激辛ぐらいですもっとたくさんじゃあ入れることは可能ですかっていうお願いをしたところ可能だろうけど、はい、可能だけど変わらないと、うん、だろうあれの味も出てないですよ最初の方そうなんかあれの辛い美味しさが美味しさが変わっちゃうのとかめちゃくちゃ体に良くないよ今喋ってんだろうみたいな顔すんなお前はしてた俺お前は本当によく、良くないじゃあ一旦中野さんにも入れていただきますかいや中野に言ってもらうのも軽くペロって言ってもらおうよはいじゃあ長崎をまず制するってことだから、うん、はい遠征第1弾あ、違う違うあ、ちょっと手映ってなかったいただきますまず一口目をね、はい、ガブリとあ、チキンチキンがこれはただうまいだけだとなこれはカレーを食べに来た集団ですどうでしょうか。辛さは、うん、でも、うん、確かに、うん、甘くはないですよ、ね。もちろん、はい、甘いって感じなのもおかしいな。若干ホットヒーヒーは残るんですよ。残りますね。はいはい、あだから あれかなでもやっぱ汚いですよね。藤田さんにこれで一口言ってほしいです。それだとちょっともしかしたら変わるかもっていう。なるほどじゃあ。普通の取ってもらって、いや美味しいです。あの、うん、我々はなんで言ってるから、うん、一番弱い藤田さんに、まあまあでもね、これ普通にタレを、これ肉いきます。あ肉いってください。いってください。ガッツリね。これいったらこれだって辛いやな。で行ってみたらちょっと概念は変わるかも。さっきのなるほど比べたら、あ辛い。変わりました概念。辛いけど、うん。いける辛さでだけどって感じですよね。8辛です。あ8辛ぐらい。8って辛いもんね、でもね。辛い辛い、十分辛い。ちょっとホットヒーヒーは来てます。ホットヒーヒー。はい。爪八ちゃんのね。はい、ホットヒーヒー。ホットヒーヒー。うまい、でも。はい、でも、長野さんだったら全然。これだけでいったら辛いわけだ、ちょっとは。そう、これだけでいったら。うん、ただなんといったらやっぱ、最強のうまさ。チーズなんといったら、最強のおばさん、うん、そうここはね僕今チーズナン研究家やってるんですけど一番うまいですこれなんだその研究家研究家うまで辛い、うん、確かに辛いけど中野さんだったら余裕だこれうん、うん、いや藤山さんの様子を見ればなんかね、うん、おのずとちょっと辛いねだってもっと本当辛いの食らったらさ、うん、もうすぐどっか行くじゃんすぐどこも、すぐどこも、汗もそんな書いてないね、うんうん、本当っすね汗バンダぐらいかな、うん、バンデル、うん、バンデルバンデルうん、うんうん、ちょっとバンデルは、うん、いや、まだ長崎制覇しちゃったか、じゃあ恵比寿のお店で、はい、わーっとペロリンコでしたペロリンコ、中野ペロリンコが出ましたペロリティンでした、はい、ペロリンコ出してくれた、舌をペロリンコと、はいはい、ペロリンコ成功はい、正直だからちょっと物足りなさありますね、中野さんね、
うん、中野、はい、ちょっと長崎まで飛行機代出してきた回はなかったかもしれない。いや中野さんの T シャツよどんだけ好きなんだよ俺たちのこと。今日羽田から朝から時間ない時間ないからです羽田で思い出したんですけど朝ね、はい、3人でこう、はい、後輩2人連れて、はい、でこう飛行機に乗る。俺と忍びさんで先に入ったんだよね。そうそう、はい、こう荷物あるから俺が荷物をこう検査場の手続きして2人連れて入ったんですよ、はい、で道中でねタリーズがありまして、はいはい、で俺はちょっと朝飯も食べてなくて、はい、でまあ、コーヒーも買おうかと思って、はい、コーヒー買うけど何かいるかって言って、はい、カブさんはあ僕大丈夫ですって言って遠慮して、はい、俺はあの袴さんがあじゃあ僕も同じのでって言ってこうそいだけとあと朝だからホットドッグのセットがあってでこれ買ってあげてで乗り込んでまあ僕はもう飲んであの機内で食べてでこう終わってでツアーやってネタ終わってで帰ろうかなと思ってこうパッと楽屋見たらなんかこう紙袋があるんですよ。あったあったでしょ。誰が言ったんだろうと思ったそれ。なんだろうと思って見たらパリーズのホットドッグが半分ぐらい残してるんですよ。え？あれ食べ残してるって。え？と思って。ちょっと悲しくなりました。ドリンクだけだと思ったの？先輩に買ってもらった。悲しくなりました。いや悲しいですね。最初はドリンクだけだと思って。ちょっと悲しくなりました。同じのでいいですって言ったら。はいはい、いらねえものつけやがって言い方っていらねえものつけやがって悲しくなってしたよ。これ機内で食べようとは思ったんですけど、はい、隣の方が女性でちょっと食べづらいなと思って、はい、飛行機降りたら食べようと思って、はい、降りてかじったらカッチカチになってて、はい、でまあそこからちょっとタイミングを失ってだとしてもやっぱ机の上に置いてちゃう。せめてリップの中ゴミ置いてくのでしょ。察するよ、お前が見つけた時の気持ちは察するよ。悲しいな。本当にすいません。それはまさか最後こんな話してしまうとこれからもうね、俺がタキさんなんか買おうとしたらあ、ほらよっしゃっつって言ってはいちゃんと聞き合って、うんうん、ということでいや、どこで締めてるの。そんなエピソードもね必ずこの話は使われるでしょう。変わるということで、中野市長崎制覇です、はい、ありがとうございます。次回は福岡のカラーをチャレンジしたいと思いますので、はい、また来週、さよなら、はい。